チャオ、ボンジョルノ、トゥティ。本日は私が水耕栽培で家で育てたバジルを使ってなんか料理を作りたいなと思ったんですけど、今仕事から帰ってきて、まあ、これからご飯を作るわけなんですが、家にこのトマトソースとモッツァレラチーズ、あとこの積み立てのバジル、まあ、これがあったら何ができるかと言われれば、まあ、マルゲリータかなと。ちょっとピザ作りたいなと思ったんですけど、まあ、今から生地こねるのがとっても大変なので、今日はそのピザの生地の代わりの代用としてですね、油揚げ、これを使って、まあ、ちょっとサクサクなクリスピー食感のピザのような料理を作っていきたいなと思います。で、材料はまあ油揚げ、これ3枚ぐらい、小揚げでもいいんですけれども、まあ、油揚げと、あとバジル、トマトソース、これこの前の動画で作った、ポモドーロ用のトマトソースでもいいですし、これはちょっとあの市販で売ってたトマトソースを使ってます。あとモッツァレラチーズ、あと冷蔵庫の中に鶏もも肉が、余ってたので、まあ、それちょっと照り焼きにして、長ネギと一緒に照り焼きにして、まあ、よくある照り焼きマヨのようなちょっとジャンクな感じのピザも作っていこうかなと考えています。それでは早速作っていきたいと思います。
油揚げを使って簡単にピザを作ってみました。今回ちょっとソースの水分量が多かったためか、裏側はちょっとしなっとなってしまったんですが、フライパンで蓋をしながら温める方法だと油揚げの裏側もカリカリになってとっても美味しくなると思います。ぜひ皆様もお試しください。それでは、チャオ、チベリアモー。